東京ホテイソンのドタバタラジオ,タタラジオさあ始まりました東京ホテイソンの武です昭吾ですよろしくお願いいたしまーすということでちょっとお便りをいただいてますので、はいはい、え俗ドタバタ劇場シャープ3についてのお便りですはい。 ベンネム横浜ポセイドンさん。あドタバタ劇場とワラフジナルをお笑いチン中お疲れ様でした。しゃたくさん笑って楽しかったです。はい、ちなみにドタバタ劇場の時3本目のネタくライまで、タケルさんの社会の窓が全開で、そこにしか目が行きませんでした。すみません。これはやばいこれはやばいよね。本当にマジで、俺マジで気づかなかったもん。なんでだから、えー、オープニングから、うん、もう全開で。うん そら多分コント3本目やったじゃんそこまで多分ん空いてたんだとそれはどういう意図があったのそれはわざとってことわざとなわけがないだろどういう意図があったいやもうだからシンプルにやっぱりこれから政治も切っていくよ社会の窓開けていくよっていう政治もいやいやそういううんいやいやこれを切っていくよじゃないわかる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 総裁ね自民党総裁選のねうもう切っていきたいんだいや普通にミスった <え>ギリギリにトイレ行って、うん、でそのまんまもう舞台出ちゃったからそれで楽しめますよだってあ気づいてないでしょ気づいてない俺は今日のラビットもずっとあいつたから <laughs> ねやめてくれよあのー、スタイリストさんと着替えるときああれこれ開いてますね、うん、俺今日一回もトイレ行ってないじゃんあ<ー>ラビット中にだから最初から最後まであいつラビットでそれはどういうやっぱラビットでも政治聞いたいよっていう一番切らない番組じゃねえか、うん 違う違うもう普通に今日はもう政治を切っていきたいんですよ川島さんという普通にミスった本当にこれはよくないねこれはよく本当にちょっと社会の窓が開いてるっていうのは身を引き締めてでもどうなの股間が涼しくなる漫才っていうのはどういう感じで気持ちよかった全然熱も降りてないから別になるほどねまああの楽しくできましたねはいそうですね良かったですじゃあちょっと続いて ラビット各週から毎週レギュラー昇格のたより、ペンネームアンダーライス、ラビット毎週レギュラーおめでとうございます。毎週ホテイさんが見られるということでファンとしてはとても嬉しいです。ありがとうございます。お二人にとって嬉しいことですか、それとも毎週大喜利を考えなくてはいけないプレッシャーで不安ですか。ああ、なるほどね。基本的に嬉しいよね。嬉しいですね。やっぱりけあの頑張って良かったなってところですね。本当に。今日もさ帰り際にさスタッフさんに。 あの頼みますよ、頼みますよあの街よあの看板すべて見てくださいっ<う> <laughs> て言われて一応ストックはまだあと、ね、20個ぐらいあるんであるからまあ大丈夫は大丈夫なんですけどでも20なんて多分すぐそこつくよだか,らだからもう本当にえ20ってことは5か月持つのか<え>半年持つんだよね。 いやまあでもまあまあまあいけるでしょうまあまあありがたいことでまた変えていくからね書体もねどんどんロケをねやらせてもらったりとかよかったらねもう見てください皆さん今日すごかったですねいや俺マジで今日はもう笑いすぎるったねあれさかまいたちさんが来たことによってさ吉本の空気になったじゃん一気に話とかもはいはいはいセアネンオープニングでセアネンが出るわけよセアネンってさ正直俺ら見てないじゃん

分かんないっていやー今日は特にお笑いしたねいやすごかったねうーんいやもうお笑いしすぎてだってあれじゃんあのもうそのクイズでさ、うん、正解した人がパン食えるんだけどいろんな商品食えるんだけど、うん、もう芸人ボケすぎてさ、うん、ゲストの速水あかりさんしかパン食ってなかったじゃんでもさそれさたまーにないあの現象ゲストの人あのジャニーズの人とかでもうんパン56個食って帰ってる人とかいるじゃん だからあそこのね駆け引きってすっごい難しいんだよね難しいあれ超むずいねだから今日のタケルさんのねあの勇気を出した大喜利、うん、あれまあいやいや受けいやまあウケじはないですよあ,<ー>あの後抜かれた俺の顔見てくれるいやそこで、ね、そこで、ね、見と欲しかったんだよね顔真っ赤にしてあの本当にああの <laughs> う受けこと大喜利を出した後に、うん 頼んだって顔したんだよねあれ抜かないでほしいんだよな大喜利出した後と受けてくれって顔するなすっごい恥ずかしいからなんだっけえー、えっとあれ牛乳の方牛乳そうそう牛乳の牛乳が学校で使われてる意外なとことわみたいなで,で赤白棒の白の部分いやもうすごいねその大喜利いやいやいいでしょ可愛いいやじゃない可愛いいいやいいでしょ女子高生狙ってるのファンいや,いやじゃじゃあなたもよ何が だらだらといやでもその独自の色を出したじゃんああああ自分の色を出すんだ、ね、よ大喜利でなああえ何その紅白棒の白とかいやいやいやい,いじゃん俺の色だからいやなんかいやそのなんだろうなだつ強くないんだったら、うん、やっぱ自分の色出してほしいよ「ラビット!」でもねいや色出した上いやいやじゃここで言えよここでぎゅ牛乳はあ学校の置いてあるものの原料になっています、うん、何でしょうじゃあ今のタケルでいいよ 緊張してないタケルでじゃあお答えください考えていいからえーはいはいはい入って取れるからはい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 ななのよ出たまあ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 もうそんな考える余地とかはいらないあいやないもうそのなスパッていかないとなるほどねオッ OK じゃあえあわかりましたタケルさんあわかりましたあじゃあタケルさんお願いしますはいじゃあタケルさんはいうんえ何でしょうええっと牛乳の原料になったもの何でしょうはいえっとあれですねあのなんだ 校長先生の白髪染めの白髪染めの白髪染めです。お前ここでもひよってんのかお前。いやおえ自分たちのラジオで大喜利出すの恥ずかしくてひよってるやついるおいマイキーの言い方するなよ、東京リベンジャーズの。いいじゃない。いいじゃないじゃないよ。えじゃあ、造語で突っ込んでよ。造語で造語の「マイキーよ」をえじゃじゃ造語で言ってよ、大喜利を。 あなるほどねそれで言わないともうこれでこの話終わり<ー>はいい、はい、く、はい。はじゃあ、えー、牛乳の原料になっているもの、えー、武さんわかりましたかあもうわかりましたあ、じゃあ武さんお願いいたしますえっと牛乳の原料になってるのは、はい、えー物質,、えー、物質どなり、うん、えー、物質どなりチャリンコヘルメットー鳥のグゾです <laughs> 物質の隣に置いてるチャリンコのえー、ヘルメットの上に乗ってる鳥のグゾです <laughs> のはギリあるから牛乳の原料になってることたまなんかかすってるからねちょっとね大喜利ねちょっと頑張んないでも竹の立ち位置的に別にボケいらないと思うよ俺突っ込んでるもんねだから俺がボケって突っ込めばいいんだよそうで俺今日よかったじゃんだからだらだからだからだから省吾がダラダラ大喜利解答してこの突っ込み解説するの恥ずかしいけど聞こうダラダラすんなでかまいんその後とその後。 省吾、えー、が違う大喜利で、うんえー、また違うの喋ったじゃん、うん、違うの喋って、うん、で退場しろって言ったじゃん、うん、でその後クッキーさんが喋った「誰、うん、だろだだうん?」だだって言ったらあれあ<ー>その時川島さんめっちゃ見られて、うん、あ多分お前が行けだったんだよ本当はなるほどねでもうわーこれー俺クッキーさんに俺が行くって思ってちょっとひよっちゃって <え>川島さんがごめんなさいもう半年間「ラビット!」やってクッキーさんに突っ込むのひよってるやついるえおいクソマイティーじゃねえか <laughs> だってクソが出たのよ窃盗後で <laughs> ちょっとあれひよっちゃったね完全に川島さんは俺に突っ込んでほしかったんだと思う多分でもねタケルを突っ込むんでもあの裏しっかりしてるじゃんちゃんとレ礼ーをーだからだね怒る人っていない、ね、と思うよクッキーさん優しい,しい大丈夫だと思うよ、うん、だからあれちょっとミスったなと思ってただここだけ言わして<何>あこいつ危険聞いてなと思ったのが、うん 俺がダラ喋って大喜利して「うん、おい大あのバイドえなっえベラベラダラ喋るな!だらだらるな」だらだらるなって言って川島さんが「おい国会みたいになってるぞ」って言った後に俺がまたダだダラ喋ったのそれ、うん、かぶせたのね、うん、実はこれ竹言ってくれるかなと思ったら退場しろって言ったのこれは退場っていうのは国会にかけて突っ込んだんだよねそう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 もうこのコンビワークいや素晴らしかったねあれはさんに行けなかっったの、俺ちょっと 今日のちょっとそれで日よって紅白帽そうそうそう。ああ。それはつまんないわ。それはつまんないわ。ちょっと一い反省でしたね。いいですね。いいですね。はい。そして、Q さまについてのおはいは、ちょっとこれについてね、ちょっと今日話したいな。ああ、いいじゃないですか。ペンネーム、ボムボムブリンさん。はい。さん、Q さまお疲れ様でした。推薦入試の闇こと、武けさんは果たしてちゃんと答えることができるのか、そうそうしながら見ていました。はい。序盤はどう考えても。 三文字の枠じゃないのにすだちと答えたり <laughs> マジかお前オータムやサンマなど、うん、簡単な問題に逃げまくっていたので<わ>英語の問題とか漢字の問題でまさか前おっしゃっていた爪痕とは三村さんに助け,て助けられたいややっちまったな、うん、なんじゃないかなと思いました、うん、しかしまさか最終問題でのあのファインプレーは本当にびっくりしました、うん、テレビの前でオリンピックの熱気が再燃しました次は正吾さんも一緒に出ることをお楽しみにしています サンマはどうやって秋刀魚でサンマだったのそう。は普通に答えたんだ。どう答えてなんかね、えっとまあ、あのもう順追って言うと、まこの収録終わって、俺はまず3本の指に入ったのと、今までの仕事の中で。受け方的に受け方とかその、受け答え受け答えも。で、なんか、えぐり方というか。ああ、爪痕の。3位がアメトーク。あアメトークのあの出た時はい。あれは確かに受けてたね。そう、でが キュ様。うんで1位がゴルフの番組な爪痕というかねそのえぐったっていうので言って。ゴルフの番組はさまた今度話そうよあれ大好きあの話大好きだから俺ゴルフの番組でえ本当にそのんていうの最初本当にスタッフさんからビッチ中かぐらいやってくれれば OK ですよえ本当にオファーがそうだ え何そのえ九様だよねそうそこまで俺に期待されてなくてあとな調べたんだけどさたけるそのいろいろあるじゃん芸人枠とかはいはいはいあなた伝統芸能枠でそう俺備中神楽として出たの漫才師とかじゃなくて漫才師はローザンさんがいるから、ま、えじゃあもう漫、ま、才さんの枠ってことさ漫才さんの枠で猿之助の枠ってこと<俺>そうそうそう,そうすごいねでそれで出させていただいて本当にその最初アンケートがあるんのよあれ え、それは答えれますかみたいなじゃなくてそのたまにさ一言メモみたいな言うじゃんあっはいはいはいっとこの人はどうのこうのどうですかでオリンピック選手とかだったら試合前に何するんですかとかじゃなくて TOEIC 何点取りましたあ、勉強に関する勉強に関する本当に勉強の一言メモなマジでなさすぎて高校の時の生物96点取りましたって書いてそれは本当なそれはマジな マジなんだけどみんなはセンター入試何点取りましたとか、遠い句何点取りました。俺、たや学校内のちっちゃい行事の。で、96点まあ、それはもちろんすごいよ、すごいけども、使われてない。だよね、もちろんね。もちろん使われてなくて、で、まあ、始まるわけじゃん。とにかく緊張してたの。それはその、面白いことを言うのか、なのか、違違ううう答えれるかってこと。あいるじゃんあいつが九様出てて、俺、 どうしたらいい相談したのおおあいつは東大出てて、そうだね、もう答えるわけだよ、完全に。で、俺がバカなの知ってるから、あいつうん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 。とりあえず迷惑かけないように。なるほどね。で、俺、トップバッターの全部。そういう座組みにしてくれてるから。あじゃあもう本当に簡単なやつ言ってもいいようにって。あ、それはいいよかった。本当に迷惑かけないようにとだけ言われてたから。もう問題をもう壊さないようにね、そそそううう流れとかね。で、 いざ収録始まりました。ってなったら横にジャニーズ WEST の仲間くん。うん、仲間さん。仲間さんがいて、これがまた優しかったのよ。どことよ簡単なやつ言えばいいですから。かっこよ。って言ってくれて。かっこよ。で、あっ、俺1個片野に降りるじゃん。よかったと思ってやっていくんだけど、一番最初の問題が、富士五湖って答えるやつ。富士富士五湖あの、富士山のさ、ふもとにさ、5つのミュはいはい。それの映像が流れて、それを。 5個まで出てて、富士を書かなきゃな。で、5個はもうあるんだ。ある。ああ。俺れ分かんなくて。俺も分かんないかもしれない。で、映像が出てくる。で、ここも俺、当てずっぽのえ、富士五湖え、富士正解したんそれ。そう。え、正解したけど、当てずっぽう。当てずっぽう。それ、なんでかって言ったら、湖が出た後に富士山が出てきた。ああ。富士山書いてみよう。と思ったら当たったの。 ちょっとごめんなさいごめんなさい「Q さ様のミスじゃない違うんだえミスじゃないキ然 Q 様の違うんだ。富士五湖で富士山出したらダメじゃないいやでも最初の簡単な問題これもイージーなやつだイージーでそれ出して答えれましたでその後にプレシえっと動物のやつだ動物が誰が一番駆け上がるの早いかみたいなそれ俺出たかったなでそれで中間さんがめっちゃ喋ってたの 物のいや、俺、これだと思うんですよ。で、外すっていう。のりノリが結構。あはい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 。で、その間に伊集院さんが優しいなと思ったのが、伊集院さんが、俺が喋ってないの分かってるから。いや、こいつね、普通に喋るとき、いや、なんとかのなんとかとか、なんとかだって言わないんですよ。普通に、あ、これですよね。みたいな感じで喋るので、振りを作ってくれあはいはいはい。わ、うれ、いいね、いいね。 喋っっって、て、ミスしやちまたなあもうゃん当にもうなんていうの見えてるよねそうこうなってこういくから多分こいつこういうなってそう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 で最後よあの伝説の伝説だよねあれねたぶんマジで伝説たける史上ほんとその最後の問題、さっきすだちって書いてあったけどシークワーサーの答え文字文字8個入ってんだけどすだちって書いて むちゃくちゃじゃんその時点でこいつたぶんそれはその文字数をちゃんと確認せずにそのものだけ出てきたで俺前日すだち食ってたからこれすだちだと思ってそんなにおかしいでそれででミスったら伊集院さんが俺の口調で何か言ってるわけなんかいやいや文字数が足りないとかいやもっとねちょっと食ったことを言ってくれてたんだよ負けてんじゃねえかも。言ってくれてたんだけど言ってくれてたんだけどもう俺 後ろの人の言葉なんて聞こえてないから。そうプレゼン。うえタクルで失敗したらもうアウト。アウトじゃないけど、向こうにターンが渡って、点数が入っちゃう。<ー>で、うわ、やべえと思って。はい、あれこれシークワーサーか。シークワーサー。うん、で、それをさ、すだちって間違えるやつはもう絶対アホじゃん。うん、で、それで一応正解して、うん、で、最後よ。で、要は、あの何、何島だっけニクラ島。 ミ、うん、三倉島なんて俺全く知らないしたけるももちろんもちろん知らないだねだって俺三倉島って書く前に三倉まで空いてて島は出てんのその状態で俺三島島って書いてるから <laughs> こんなやつ絶対当てれるわけな <laughs> いじゃんそそバカとかじゃないんだよねそれねちゃんと台本読んでないんだよねそれ三島島って書いてるから <laughs>、うん、こんなやつ絶対答えられるわけない、うん、でももう <え>まあ、応援なんだけど<う>後ろの人もそれってさタケルがもし失敗したら相手のターンに渡るのそう渡ってたぶんあっこもせ向こうが正解したらもう,向こうの勝ち,勝ちでタケルが正解したら勝ちなのそう <laughs> っていう瀬戸際回ってくるもんだねそれもさタケルに回ってくるようになってんのかでもタケルいけなの違う回ってくるようになっただからもそこは持ってるマジであの WBC のイチローじゃんそう全然打てなくてその前にもう一個、うん 俺のターンですごいいいタイミングで回ってきたやつがそれを俺外してんのよそこはあんま受けなかった受けるとかじゃないただ外してああ外してるポルチーニポルチーニだけのポルチーニの絵が出てそれを答えるってやつ俺が外してオリンピックの人が正解してんのああすげえなうわちょっとこれやばいな何て書いたのちなみにポルチーニはえマコモだけって書いたそのあの1週間前ぐらいですよ岡山でさ あれでマコマだけ行っ,ったわそ<う>あっあの映像流れたねそう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 ,そうああ、はいはい、でも5文字でハマるやつがそれしかなくてはい、はい、でその後に御蔵島が出たはい,いやあれはもうほんと勘でしょ三島島って書いてじゃあもう何もないからそうもうい,いや御蔵って書いちゃおうほんとに書いてピボンボポンってなった時に俺もう呆然としてるじゃん伊集院さんの方見たら、うん、もうほんとにこうこうなってるわけあの 1> m 1の時の若林さんみたいな点数出た時の時みたいなえこいつやるよってすごいの出したっていういや俺もねそこだけ見たんだよそうたけるはだから、あのー、本当にピンポンピンポンも多分聞こえてないんだろうなって感じ要はミスったんだろうな音響さんがって思ってる顔してるし後ろの方はえってなってからおーおーってなってるからとみんなが当たるわけないって思ってた で、やっぱエゴサするじゃんそれはえエゴサしたわけあしたそもプラスの意見ばっかすげえってすげえもあるしもうクイズの真髄を見たクイズの真骨頂が出たその書かないっていう選択をしなかったこいつはすごいとあなんでもいいから書くってクイズの真骨頂がそれで正解が出たこれはクイズもうクイズ史に残るクイズなんだそう書いたら芸名 クイ,ズクイズにすればマジで <laughs> そんなにすごいいやでも本当にちょっとこれはすごかったねいや俺はねあれ見て感動したあれはすごかったマジでいや申し訳ないけど本当にあのオリンピック以上だった俺はしかもアナウンサーさんオリンピック実況してた人だからうんその人が最後に「<うん S 1> 最後に決めたのは東京ホテイソンタケル!」ってアナウンスしてくれたから <laughs> そんなにかく感が強かった強かったよ本当に <laughs> すごかった全部負けてないいいやも負けてるしいやいや負け,て負けてないか神楽館もで最後いいや出てないしねうわうでもあれでエンドロールいったからね素晴らしいね完璧な収録だったね,ね完璧だったねいやーやっぱりなんていうの、あのー、しっかり何でもいいから書こうと思ったやつにはやっぱ降ってくるねきたあれはちょっとすごかったね 俺らがそのマナカ、えー、ナ,ケル,ナケルベロス確定申告失敗ってツッコミがあるんですけどやっぱあれも最初ミクラマナとか、うん、ミクラマナカナってでもミクラっていう文字がねあったんでタケルの中にちょっとそれに付随したちょっとお便りが来てもいいですか<え>ペンネーム大好きなつぐみでもてなしてさ、うん この前 TikTok を見ていたら、はい、ベトナム人の女性の方が日本語の発声練習として、はい、アンミカドラゴン新大久保出現と <laughs> 唱えてる動画を発見しましたお二人の歌はついに海外進出したんだなとしみじみしましたらしいですよアンミカドラゴン教材になってるみたいですよ何であの語呂がツッコミがいいかっていうと語呂もあるよね<や>あ語呂もあるアンミカドラゴン新大久保に出現ってこのリズムというかうんあっぱいいね だからもうついに教材になったみたいですよアンミカドラゴンもしかしたらじゃあ,あの新宿によく語学学校とかあるじゃん、うん、あれあるかもね,ね新大久保にいっぱいあるから語学学校 <laughs> なるほどね、うん、アンミカドラゴン新大久保に出現せーの <laughs> アンミカドラゴン新大久保に出現 <laughs> いいじゃないっすなるほどねそ<う>いやちょっとねそれはねめちゃくちゃ 聞きたたかったいやちょっとねすごかった素晴らしい本当に久しぶりに手応えのある収録久しぶりにタクシー気持ちよく乗れたねあよかったねあ晴よかった素晴らしいじゃないですか<ー>ちょっといい話聞きましたねこれもう大満足でしょいやよかったよ9世様の裏側はいということでもう20分かはいじゃあちょっとえ企画に参りましょうう吾、はい、さんあの人が褒めてましたはい 日向岡46の佐々木久美さんが面白いと言ってくれて嬉しかったのでもっと有名人に褒められたくなった翔吾、はいろんな人に褒めてもらう機会になっております。サンツ来てます。あ嬉しい。ペンネームアンダーライス。はい翔吾さん、はい、ムキムキだと川島さんが褒めてました。日常なんだよそれ。いや確かにねもうラビットでもずっと言ってくださってるからね。<laughs> ムキムキだっていうね。あれ褒めてんのかね。<ー>別に褒めてはないけど。でも俺は川島さんとか。 あのスマートな感じで行きたかったからやっぱちょっと嫉妬するね。うん、なるほどね。あんだけなんていうのスマートだと。だってさ、今日のさ、<ー>ラビット前のさ、川島さんのキリンさんのマネージャーさんがさ、<ー>上げてる動画のさ、<ー>ダイングメッセージ選手権みたいな。うんうん、で、俺がダイングメッセージのやつで、ガシュー,ーに立つや、ーーつや眉毛、うん。その後の、聞いたなんだっけ ちちょっとと俺も名前ちゃんと思いい出せないけどほその人の前のゲーム言ったんだよね。<う>いやもう知識量が。打ち合わせ一切しないじゃん。そうそうそう。いやー、いかついわな。すごいよ。びっくりした。川島さん、<れ>本当にすごい。じゃ続いて、ペンネーム、横浜ポセイドンさん。はい。サスケ史上初の完全制覇。毛ガニの秋山こと、秋山和彦さんが褒めていました。え正午の肩幅があれば、サスケなんて余裕だろう。 あの肩幅はチートだとおっしゃってましたチート肩幅で頑張ってくださいこれじゃあれではあのめちゃくちゃね目が悪いんだよこの人あのね眼鏡かけないとみたいないけない人で、うん、でもうほんとこれぐらいの距離で勉強するみたいな事前 V とかがあったみたいなその人が完全せいやん最初になるほどねめっちゃ覚えてるだいぶ前の話もうね俺らが小学校中学校あじゃあめちゃくちゃ前なんだ天才ってやつだ すごいよ肩幅が、うん、邪魔でしかねえだろチートってどういう意味えいやだからこれどうしていこうかな東京テイソンのこの知識の格差問題チートって何本当にチートってそのーゲームでさ、うん、チ安いってことじゃチープチートって何あのー、要はもうずるいってことよああなるほどね もうそのゲームでさ課金しまくるとさ強すぎてさかなわねえじゃんはいはいはい、はい、まあこんなチートだよこんなもんとか裏技使ってなるほどねうんチートあもうあいつチートだよ強すぎるよちょっと悪口じゃんいやいや褒め言葉よあ褒め言葉チートだって言われたら言われた方はあの、正々堂々とやってね裏技とかせずにあーなるほどねそうよなんでチート知らないのチートなんて日常に出てこない俺の生活にえー、冬って言える英語でウィンター 夏はえーサマー危ないなミッドサマーでもい出した <laughs> 春はオータムさっき出てきた秋だよオータムはスプリングだあそうだよやめてくれ英語は本当にカバはカバははカバ、うん、カバはは<鼻>えはいは足 はなしなんではがないからはなしい, <laughs> <足> <laughs> いいじゃないですかヒポポタマスねあ本当にヒポポタマスっていうのじゃあ続いて、はい、ペンネームザザ,ザックさんはいショゴショゴ<ん>誰だかわかるショゴの家にいるトイプードルだよ <laughs> ショゴいつも散歩してくれてありがとうと散歩の時プーがうんちすると袋に入れてないないしてくれてありがとうあとショゴは 体を大きくしてプーはすごいなと思うよ。プーはトイのプーだから大きくなれないのですごいなと思う初号。お仕事頑張ってね。最後に、貴殿には平素から身に余るご後輩を受けたまわり、誠に感謝しています。これからも生涯かけて貴殿に忠節を尽くす犬として、この命果てるまで忠誠を誓い付き添う所存でございます。ってことです。 最後シェパードじゃねえかいやわかんないわそんなプーだってただね今のこのメールでももうちょっと泣きそうになるぐらい、うん、そんなにいやもうね犬はダメだもう泣いちゃうもうこういうい犬を擬人化されたものは無理はい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 あのねあの要は犬がなんか擬人化 CM なんだよ OK ご飯食べたいなーとかあー、あの当、ー、り越してるやつねそうもうあれやめてくれと思うんだよねそれで感情移入すんだよもう泣くほあれでも泣くマジいや犬猫はやばいよじゃあ本当に飼ってるトイプードルが寿命でなくなっちゃったりしたらもしねあの寿命でなくなるって言い方だけは本当にもうやめてもらっていいですか何が虹の架け橋になるって言ってください虹の橋を渡るって言ってください そういうふうに言われてんのそう犬とか猫がもう亡くなった時は虹の橋を渡ったんだよって言うのじゃなくなったんじゃないのねうん次の世界に行ったわけそうたけるはもうあれあの『ショーシャンク』の脱獄のシーンみたいに下水道うんこ渡ったんでしょもうやめとけよお前人の死を下水道うんこと絡めるなよ <laughs> やめとけよ泣くわその時それ泣くだろう臭,い臭かったろうなっって,言って そのよくいらない感情が入ってくるやん、そしたら。下水道の。いやでもあいつすごいよね、しょうしゃんくん。あいつすごいよ、ほんとに。さあ、続いて、ドタバタイヤークイズ。さあ、こちらはですね、はい、どうぞ。えっと、リスナーから前リートそうに対するツッコミを送ってきてもらい、たけに当ててもらうコーナーです。はい。今週から新シーズンですね、シーズン2。シーズン2。うん。ええ1、2、3、4、5個です。5、OK です。 えー、一つ目あ設定は忍者忍者忍忍でございます,、はい、す設定は、えー、忍者で、えー、最初のやつ、はい、んちょっと文字入りかな文字入りはいわ、はい、かりましたペンネーム、えー、老熟ヤングコーンさんはい拙者は忍者服部くんでござる、はい、いや自慢じゃないけど忍法は練習したことないでござるね。 やっぱり、生まれつきの才能があるというかここだけの話、全然寝てない日でも失敗したことないでござるねいや、忍者ハッタリくんのべシャリうおぉいや、忍者ハッタリくんの武勇伝おお、いいんじゃない正解正解だよね出たね <laughs> どこで渡ったのハッタリくんって忍者ハッタリくんってもう振ってくれてるから、うん、多分もうそれをもじるのかなと思って、はあ あもう今日冴えてるね。今日冴さえてるね。もうラビット終わりだから、ね。あなるほどね。もうツッコミ出した後だから。後だから。もうさえてるよ。いいじゃないですか。勝ちですね。ペンネーム、横浜ポセイドンさん。はい、見て、新しいシュリケン買ったんだよ。わ、本当だ。これ、すごいんだよ。回転速度半端ないし、色もかっこいいし、しかもこれ、光るんだぜ。いや、シュリケンスピナー。いや。 ハンドスピナーの性能。いや、でもこれはどうなのシュリケンスピナー、ハンドスピナーだな。シュリケンスピナーじゃないうーん、シュリケンスピナー、まあまあ、じゃあ、いサドンデス。ドロンドス。ドロンドスだけは、<laughs> ドローって言うとしたら、サドンデスが入ってきたから、ドロンドスですってっちゃった。何ですか、ドロンドス。ドドス私の進行を邪魔しないでください。わかりました。サドンデスです。 えっと忍者、じゃあその、シュリケンスピナーを使った架空の忍者の名前をもう5秒以内に言ってください。あてか、違うの出てきたけど、それでもいいあ、いいよ。はい、えー、光るんだぜ。いやー、ロフト、いやロフト、ほかげの国視点ん。てはどうでしょうか <laughs> ってのはどうでしょうか会議 <laughs> みたいな。えー、それはダメですあ。サドンデスです。サドンデスあのこの えー、架空の忍者の名前言ってください架空の忍者の名前ねそれが面白かったらあの勝ちでいいですわかりましたはい。えー、じゃあ10秒以内十、九、八。じゃあ振ってその文言で振ってじゃあ架空の、えー、面白忍者の名前とははいいやー原宿竹下通り花たれ セーラー・服王子さんいやいや、忍者っつってんのよ忍者が、忍者が原宿竹下こちとら忍者って言っちゃうから原宿竹下通り、花垂れ、セーラー・フコウさんたまにいるけどね、そういうセーラー・服王子さんあの人が持ってるなっていうあー、ちょっと面白い勝ちかなあよーっしゃちょっと、びっくりした、面白かった悔しかったペンネーム二秒で答えてさくそー、こうなったらあの忍法を使うしかない 陰謀衆社会陳列在前、ドロン新婚さんいらっしゃい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 いや影ら分賃の発出土する方法いやいや影分子の術ああもうそのまんまってこと影分賃か。 かげ分,分,分子さん。あそうだ。かげ分身。俺何つったかげら分身っつった。かげ<え>の分身って言ったね。かげ分身。かげ分子分子さん。これはもう完全に <laughs>。俺がちょっと知識量で負けたわ。うん、これはもう2勝1敗ですね。ペンネームドライジーネさん。僕の名前は小学生忍者江戸川コナン。黒の組織に近づくため、とりあえず分身。 困ったら分身いつでも分身分身分身,分身バロー分身の術だけしか使えないんだよいいよ。 なこれだけは言わないと思ってたけど <laughs> いやその前のクソがでしょ名分信仰なのクソが <laughs> 感情が出ました主人公みたいなそうえー、いや正解はいいや忍術はいつも一つですうわすごいねそのこれはちょっと完璧にいや無理無理無理それはえっと2勝2敗あと1回でもう勝敗決まります、はい、えー これはもう、本当にもう文字入りで、はい、ペンネーム、えー、4番ファースト君みさんあれあの曲なんだっけな忍者の大根についてポップにう歌,歌ってるやつあれなんだっけな忍者のまあンン、弾根チンコですねチンコについてポップに歌ってるやつあれなんだったっけなあの曲あいいよ、えー、キャリーオティンティンの忍者リティンティン <laughs> 正解はい、いや、忍者リチンチンなんですよで、キャリーティンリンをついキャリーテンテンリンですキャリーティンテンの忍者リティンティンちょっとね、響きが完全に勝ちでしょうこれはね、当てられたんじゃないか勝ち勝ちですよしよっ、忍者勝ちましたね忍者勝ちましたねいや、素晴らしかったですねキャリーティンティンキャリーティンティンのええー、忍者リティンティン,ティン,ティン怒られるわいいじゃないですか <laughs> えー、ちょっと素晴らしい結果でしたねとりあえず一緒か一緒ですはいじゃあえっと来週はえ来週の設定どうしますかなんでしょうね漠、まあ、然とした方がいい漠然としたやつえー、何でしょうが学校やったか学校やった病院もやったねやった気がするうんじゃあ秋秋もやったねどうでしょう魚もやったかサンマも魚やったあーあーっ昆虫とか あいいじゃないですか。ああ昆虫。もう昆虫もそろそろ死ぬ季節ですわ。最後に花を持たせましょうや。あんまり言うな死ぬとか。<laughs> それ季節だけど。ひどいよね。犬には。に犬には。<laughs> <の>水道のうんこ通らしてたね <laughs> い,やいや、そんなことはないけどね。虫,も虫,虫に気使ったのか、お前。虫に気使うよ虫好きだからね、俺もね。 でしょ、うん、虫にも気使わないとなるほど、ね、そういう世の中ですから、はい、さあということで、えー、エンディングでございます<っ>、えー、募集中の、はいえー、設定は昆虫,昆虫で省、えー、吾さんあの人が褒めてましたの、えー、とあとお便り等は、えー、TOKYOHOTEISON2015Gmail.com 東京テイソン 2015Gmail.com までお願いいたします概要欄にも貼ってますのでお願いいたしますドタバタラジオへのお便りは水曜日までにお願いいたします、はい、ということでちょっとね軽く

何か持ってけないかなジャンプとかにあのね、ファンアートだから<あ>その、なってはないんだよなんかね本当ねだから要はまず大喜利ジャングル首導編のやつも書いてくれたしおっ写,写真 D で一言んとエドワード・フリップじゃねえか金髪のやつがエドワード・フリップです完全に上の弱いってやつでしょそうで右のあグワーってなってるやつが写真 D で一言ですねで えー、女の子があのヒロインの早押し見ボタンですねで。右下が完全にもあれですよ。えーえー、田辺一本。本よく覚えてるな。<laughs> うん、俺何にも分かんなかったわ。この弱いってやつ誰だったっけ、えー、エドワード・フリップス。えー、とし最大のラ,ライバルあれ。ジャングル周辺のこいつはえと写真でで一言必殺技覚えてる。えっとネ、ネイチャーガイアブラスター。すげえな <laughs> 覚えてるネイチャーガイアブラスターって言って戦ったのよジャングル首都編でジャングルの中で闘技場作ってで最後にもう接戦だったんだけど写真できたことが「ネイチャーガイアブラスター」って言ってそのあのね田辺一本のツタ出してツタをガーって出して田辺一本の首ガーッてまったのよ、うん、でうきくグつってもう息できねえっつってその状態で「はい答えろ答えろ」って言ってもう酸素が回ってないから全然出なくてあっ う,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 うんこって言って負けたんでもうほぼ俺じゃねえか多分ん厳しめられてない俺じゃねえか <laughs> う,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 うんこうんこですっつってカカカカすごいなもうそこまでできてんのできてるもう全部あるから,構想がから要は大喜利するんだけどそのちょっとさ本当にさ漫画描ける人とさいいやしたいねタッグ組んでさあのみんなが思ってるよりバトル系ですよ知らないわ要は本当にもう ひぜめうわーって燃えてる状態で出せとか言われるのでいかに相手を弱らした状態で出すかだからラブコメはあんのえあ今度大喜利の動画を撮ろうと思ってますけど、うん、あ大喜利の動画ね、うん、そこの大喜利人のボケはラブコメというか日常会をあそういう会もあるんだあるよあのクリームパンを取り合うっていう購買部のあれお父さんの名前なんだっけお父さん出てきてないっけどお,お,お,、えー、お父さんは、えー、と田辺座布団

負け,て負けたから下鍋一本は。いやいや、ショーシャンク好きすぎるだろ、<laughs> そいつ。これ,もうこれでもうつ,つけられていく、水に。いや、怖いって。いいそういうそういっただかバトルだから。なるほどね。じゃあもうそこまであんのね。バトルメインだし。ちょっとこれ、マジで誰かやってほしいねはや。早押しみボタンとの恋愛心もいいよ。いや、まだ行くの。何早押しみボタンとの。もう、また、やたあのー、幼馴染。もう幼馴染だね。 幼なのギリだねあもうそうなってくるんだうんそういう世界なだそうですよもう大喜利の世界大喜利で通貨払うからえっだから水買う時に例えばこれくださいって言って100円ですあじ,ゃあじゃあこれくださいってなった時にこんな、えー、麦茶は嫌だどんなえーっとえー、味がほぼほぼもう水あ集つまんないダメだね買えないそんな世界なんだそうスイカチャージするのもスイカの電光掲示板の前で大喜利して 今のはのおもしろい200円,200円チャージされましたっていう世界ちゃんとできてるね、うん、話がだよお全部大喜利が世界するなるほどねって早押しみボタンとの恋愛心めっちゃいいんだよ<何>なかなか言い出せないのうんその時に田辺が一本が書いてキスするっていうか、うん、いボタンがいいよって言ってキスしみかでキスするのよ、うん あのシーンめっちゃいいからいやもうあるみたいに喋ってるもう実写化も決まってる <laughs> 誰があの一本なの一 <laughs> 本ねどうだろうね菅田将暉かなあやっぱそっちを使うんだ芸人じゃないんだそこは敵は芸人だったんですよねえっとジャングル首藤編首藤編はあでもどうだろうなもうとりあえずもう名俳優で固めるよどうえっとえっと早良樹ボタンもボタンもそりゃもう有村架純よ もう出来上がってるじゃん <laughs> そうよもう親父は渡辺県だしねじゃあもうそうしよう自己物件芸人の緒に取ってもらおう <laughs> いやその話とフットワークおばけじゃないかフットワークさんだけ天野さんはフットワークおばけじゃないかあ,もあでもそれありかもね,ね面白いよだってちょっと天野さんもしこれラジオ見てたらはちょっと一回話し合いましょう天野さんもだって多分お笑い好きな人だから大喜利んちという漫画がありましてそ,<う>それちょっともう漫画がすっ飛ばして実写化しますんで <laughs> もしよければ <laughs> ちょっとだから漫画描ける人をね本当にそうだねあのまずは大喜利んちの全体の絵まずキャラデザからえっとさっきのやつは思ってるデザインいやちょっと違うこれもいいんだけどい,いろんな候補が欲しいその中ですり、ね、合わせてってどれがいいかこうなんかちょっとシュッとしたやつじゃないやつのパターンもあるし描きやすさとかもあるしなるほどね、うん、ちょっとこれは本当に ちょっとありかもねちょっ YouTube で指導したいもんね。指導したいね。だからまずは漫画描いてもらう。漫画描いてもらう。まあ、4コマ、ま、<ら>でいいと思うんだよね最初、大丈夫。でも漫画が無理だったらすっ飛ばして天野監督呼んで。んで自社化。天野監督に撮ってもらう<あ>え。いいじゃないですか。そしたらもう,もうほぼほぼ俳優はもう若手芸人で。そうよ、うん、デパルマとかで。ウォーターズとか。<laughs> で、あの、共産もマッキーとかしか書かないか <laughs> その大喜利関連のくれたけ筆ペンとか全部それかもしれない o なるほどじゃあちょっとあの本当に漫画描ける方とかいらっしゃったら動き出しましたちょっとお待ちしてますはいはいよろしくお願いいたしますということで以上ドタバタラジオでしたありがとうございましたチャンネル登録よろしくおねおいビブラードタブライト